っかりオリンピックニュース。ビッグニュースです。ボート競技で当日たまたま会場にいた少年がうっかり金メダルを獲得しました。史上最年少メダリストの誕生です。快挙達成があったのは1900年パリ大会。当時は競技のエントリー方法が曖昧だったため、急遽欠場になった選手の代役で出た少年が大活躍。しかし少年は試合が終わるとフラッと立ち去り、うっかり名前さえわからないとのことです。この事件はオリンピック最古のミステリーとして世界中で語り継がれています。続きは新刊うっかりオリンピックで。